あともう一本ですね、出てきましたのがですね、90ミリマクロの F2.8VC、 こちらも手ブレ補正の入っているマクロレンズになりますけども、これはあの従来の製品と光学性能っていうんですかね、光学設計は一緒なんですけども、はい、どの辺がですね、新たにマクロレンズとして進化したのかという点をですね、お話ししていただきたいと思います。はい、これが新しいタムロンの90ミリマクロレンズになります。はい、光学設計は引き続きですね、ご好評いただいているものを、継承しておりますが、はい、どこが一番変わったかといいますとですね、加速度センサー、手ブレ補正機構のですねに加速度センサーを加えたことによってシフトブレ補正を可能にするというところのですねが大きく変わってますね。従来のジャイロセンサーと合わせて加速度センサーも加わったことによって相対的に手ブレ補正の性能がですね上がっております。それからオートフォーカス精度、そしてオートフォーカススピードが上がってですね、非常に快適に撮影していただくことができるようになりました。一般的にはですね、マクロレンズというのはですね、手ブレ補正が入っていても近距離になればその手ブレ補正の効果がだんだん弱くなるというふうなことを言われているんですけども、そのシフト式の手ブレ補正、それに対応することによってマクロ撮影にでも十分な強力な手ブレ補正の効果が得られるということなんですよね。そうですね、非常に大いに期待できるところかと思っております。これもですね、今まで以上にですね、マクロ撮影が快適になる新製品だと思いますので、私は個人的にはですね、この前のタイプのマクロレンズを使っているんですけども、非常に私としましてはですね、この新しいシフトブレ対応のですね、マクロレンズが非常に気になります。悩ましいところです。はい、ですね、新しいタムロンの90ミリマクロ SP の90マクロを手にしております。デザインがね、かなり前のタイプとですね、変わったんですけども、基本的な操作パーツとかですね、操作性というのは変わらないんですけども、まずちょっとこういうふうにフォーカスリングを回してみます。最短撮影距離は30センチ、 0.3メートル、非常にですね、遊びもなくてですね、ガタつきがない、非常に操作しやすいフォーカスリングになっております。こちらの方はですね、AF と MF のスイッチを切り替えることなく AF の状態で、フォーカスリングを回すと、そのままマニュアルフォーカスに移行する機構を当然、採用しております。そして鏡頭のですね、横を見ますとこの3つのスイッチが並んでおります。構えた際にですね、一番下になる位置にあるのがですね、手ブレ補正のスイッチ VC のですね、オンとオフがあります。手前の方、前方の方にスライドさせると手ブレ補正がオン、マウント側にスライドさせるとオフになります。で、その隣が AF と MF の切り替えスイッチになります。最初からですね、ここは MF でいきたいという時にはですね、これで切り替えて使った方がいいと思います。非常にこの操作もですね、特に問題なく快適に操作できます。そしてですね、一番上に位置するところにありますのがフォーカスリミッターというね、機能のそのスライドスイッチになります。最短撮影距離の 0.3 メートルから無限までフルにオートフォーカスで動かしたいときにはですね、このフルというところの、ね、モードに合わせます。レンズ前方の方の方にスライドさせます。そして真ん中の位置、真ん中のポジションがですね、 0.5 メートルから無限遠までのポジションになります。あまりマクロの、ね、領域までにピント合わせをしてほしくないと、どちらかというと一般的な撮影で、素早くピントが迷った時にもですね、素早くピントを合わせ直してほしいといった時にはこのポジションにします。そして一番マウント寄りに、スライドさせますと 0.3 メートルから 0.5 メートルというね、最短撮影距離から少しだけ長い位置までの範囲になります。これはもう高倍率のマクロ撮影をオートフォーカス撮影でやりたいときにですね、ピントがカメラが一時的に迷ったときにも無駄にですね、無限遠の方向に、ピント移動するのを防いでマクロ撮影の方に集中するときに、使えるときに、設定しておきたいポジションになります。